さあ握手は拒否をしていくスタイル。大番クローズ発生。続きまして五分三一位さん。熊が勝ったからキャベツでお菓子と試食品。はい、じゃんけんお願いします。ワンピーツーピーワンピーで、はい、本日お二人参加されているレディースの一人目ですね。頑張っていただきたいですね。ではワンピー側1位さんのナオト、ツーピー側ゴブさんの、ゴブさんのゴブって言いそうになったゴブさんの、真田ですね。ようこそベルベットへ。ここは夢と現実、精神と物質の狭間。さあナオト、真田、その分身ペルソナをイメージなさってください。受けたまわりました。食うか食われるか。さあ応援団はワンピー側の方が多いぞさあプレッシャーに弱いと自称するゴブさん。さあ開幕固めて、さあダッキンからジャンプで内容を狙う。さあ画面足を追い込んで、さあクナゲ B で拾って、さあビループはできない。さあ足払い。さあ2連ガニは逆、逆ギですね。さあ固めて、これはなんとか逃げ出したい。さあ逆ギで漏れて、ここで死んだ。柔らかな音でしたと。さあ2本目、さあ開幕2尾対空ダッキングからビルプ、ここはバト逆ギで入れて差し込んで、さあめくりはちょっとできない。さあ、クルーラーから、さあ画面差し込んで、これは終わらない。さあ1位さんいいとこ見したい。最後は足払い。ゴブさんの勝利おめでとうございます。圧勝、すごい試合でした。麺店長さんいらっしゃいませんか。ないのかな、入っちゃったのかな。まあ いやギリギリまで飛ばせるとこまで飛ばします。続きましてケミさんと貝沼さんお願いします。ケミさん、ケミさん、貝沼さん、はい、ではじゃんけんの方、はい、こちらの方とお願いします。ダツーピー側で、はい、ワンピー側ケミさん、ミツル、ツーピー側、カイヌマさんのユキコ。さあ生放送でカイヌマさん大人気ですよはい、たまたま来ていただけて大変盛り上がって、私としても大変ありがたい。ブリリアントバックテ、さあ生放送がカイヌマ来たーで溢れてますよ実力白昼、どうなるこの試合。さあ生放送も会場も期待がある。さあ開幕ジャンピーで、さあコパンからさあキンバー、さあクーナゲして、さあコパンから BB、 5C、2C、B、アイト。さあミツルはねうまいとこ差し込んでれば全然相性的にはいい組み合わせなんで、要塞をしっかり崩していってほしい。さあまたしても小足からしっかりと重ねていく、距離を離す立ち回りが出て、さあ SB ドラちょっと動かなくて狙いどころは良かった。さあジャンピー、さあここのドラカウンターしたがちょっともったいない。さあジャン A がめくって、最後は 2B、 1本取ってくタイネマさんの1個、2本目、さあシーブ思わずタイネマさんが叫ぶ。さあバーストして、さあ 2B ちょっと惜しかった、D 関連は見つめね、拾い方が距離の差があるんでね、 2B 拾いは結構安定してますけども、今のちょっとで当たるんですね。さあしっかりと裏からこの花咲けや、さあグー投げ受け身なりはしっかりしてる。5番からリヤギ起き上がって攻めして、さあ、まあ、唐揚げ追っかけてく、最後はジャンビー、貝沼さんの勝利おめでとうございます。続きまして、紅葉さんとビーチャさん、前評判通りの結果となりました。
ビーチャさん、手作りのお弁当あるよ、はい、お腹空いてたらどうぞ。まだ味見してないけど。はい、じゃあ 1P がビーチャさん、 2P がコウヨさん。さあエリザベス一個、何かが起こる予感がするぞ。さあ開幕裏回りのジャンピード、さあジャンピが出た。もしここはバスト、さあガールの好きなジャンピと、さあしっかりと弾を潰していく。さあお互いシューティングキャラが破壊力が違う。さあ画面足の一歩も十分ね、連携取っていけますけど、さあ奥攻め、さあ西に冷やしてここを拾っていく。 SBG をして B5C 西もハブル。さあここスカワンモアもうダノ投げき、さあ2本目、さあ開幕ゆき子がアギ重ねていく。さあ戻りちゃんへ当てて 5C 西アギ、さあしゃがんでたからめくり当たらずって、さあここでこの乗せ手が中段フィータル、ここはバーストエイザーで逃げる。さあガルにまたしてもこの乗せ手や、さあガルちょっと拾えない、ここで逆ギレ画面足追い込む、恐怖がついて、さあ 5C 西動いてしまった。西今度はバーストお互いくるこのゲームはもうない。さあ 5C 西マーブ、マーハブズ、さあ B が抜けてペルソナブレイク、さあお互いブレイク、さあ素手の殴り合いキャットファイト状態。さあこのね、さあ逆切れしてまだまだ分からないぞ。さあお互い回復、さあディアでモリモリ回復、さあお返しのバハラギダイン当たっていく。一本取り返す紅葉さん、さあ3本目、さあ西ガードポイント戻ってきた。さあユキコ側どう差し込んでいく。さあターンを持った時のエリザベスの攻撃が本当長い、走馬灯が長く見える。さあ右ジャンミーの隙にクイックエスケープ、さあ画面足押し込んで、さあここもクイックエスケープで逃げていく。さあボディにギア合わせて、西西、さあしばらい、さあ腰腰、さあ投げにはしっかりギア割り込ませる。さあ空中で拾って、からのアギ、さあここも逆ギレ、さあ A、B、さあ帽子に芯を付け、ボールが当たらない、これは当たらない。ボディー飛ばして、さあまたしてもまだ痛い、バンバン後ろからパスに当たっていく。 A、B、5、B、帽子に芯、帽子、さあアギを合わせる、最後はボディー、高葉さんの勝利おめでとうございます。素晴らしいジリジリの戦いですね。じゃ続きまして、メン店長さん、組千代さん、じゃあじゃんけんの方。あ、すごい試合でした。私の舞なかなかだったでしょ。じゃあ譲り合いの心で、はい。じゃあ 1P がメン店長さん、 2P 側、組千代さんですね。ミツルサナダようこそベルベット、ここは夢と現実、精神と物質の狭間。ブリリアント、あなたのお姿がその後受けたまわりました。
さ、個人的にはメン店長さんのキャラ対策をすごい愛読してるんですよ、私は。さあ開幕どうなるかな。さあ開幕後へビードラー貯めていく。さあダメ足マリンカリン投げはジャンプで避けて、さあめくりサメジャン B は 2B でカウンター。さあダッキーかな、逆切れ合わせて A ドロは AB。 さあクチッとしっかり一確認、ダメ足 B ドロから追撃、このパターンは 2B が当たらない。さあ回しよう、さあしゃがみにいくと、さあしばらい B2B と、さあ1本届くメンテンチョン、さあまたしてもしゃがみくらい。さあお互い距離離して、さあ5種の9種だからキルラ。さあ空中ヒット、ちょっと B が溜まってたか。さあマリンカニン、さあめくりのジャンビー、さあジャンディーがちょっと当たらず、さあ投げ読みの西、あジャンディー、あジャンシンね、さあフェイタル、フェイタルキャリアカウンター。さあ屈伸をして誘ってく。さあここで刹那で割り込んでワンモアゴビー、勝ったのはメン店長さん。じゃあすいません、メン店長さん連戦でお願いします。おしるこさん、メン店長さん、もう一回じゃんけんだけしてもらって、希望があるかもしれないんで、はい、あ、はい、じゃあまたしても譲り合いの心でね、 1P がメン店長さん、 2P 側が、おしるこさん。ここは夢と現実、それで五分。さあ、みつる陽介、何かが起こる予感がするぞ。ラウンド1ファイト。さあ開幕陽介距離離して、さあ滑空でダメージを飛び回る。ここでバーストが何とか漏れる。さあ開幕さんの折りが激しい。さあミクルはじっくりと、さあトパン差し込んで、コツコツとダメージを取っているはずなのに、陽介の方がライフが少ない。さあ今度固めてテンタラフはしっかりガード、ジャンプで見る。さあ A ドロア、さあミクル側しっかりと陽介の滑空対策。さあ 2B 拾って B 足もない B ドロア、さあ、タックでどんどん近づいてくる。さあ、ダメ橋ムーンサルト、ムーンサルト、くない。さあ、お互いにあまりちょっと強引に差し込めない。さあ、ドランピン、ガルダイン、これはもうしっかりガード。さあ、ミツル触ったら今度は無理で、最後はクーナゲー、メン店長さんが1本取ってく。さあ2本目、さあジャンビー当たってエレン、さあ 2B 当たって B2B ジャンビーで置き攻め。さあここのクーダジャンビーは逆切れして、置き攻めの方の逆切れでじゃなくてボコスカ。さあ変な風にジャン当たって、さあドローガードして触ってく。さあ逆切れカウンターシーフライン、追撃のミドルはさあここでガルダイン、最後は勝利、メン店長さんの勝利、おめでとうございます。すごい試合でした。